チャールズ・エステンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、歌手。チップ・エステンとして活動することもある。即興劇の Who's Line Is It Anyway? で知られる。即興コメディ番組では愛称のチップとして知られるが常にチャールズ・エステンとしてクレジットされている。現在 ABC のナッシュビルでディーコン・クレイボーン役を演じている。ペンシルベニア州ピッツバーグで生まれ。 9歳の頃に、バージニア州アレクサンドリアに転居。T.C. ウィリアムズ高等学校、ウィリアムメアリー大学に進学し、社交クラブシータデルタキに参加。大学時代の1985年から卒業1年後の1988年まで、バンドのネストパスでリードボーカルを務めた。大学卒業後結婚して、舞台デビューのために、 イギリスに転居し1990年代初頭ミュージカルバディの主演で好評を得る。1992年、すでに活動が軌道に乗っていた頃、フー o s Line Is It Anyway からあるエピソードのオーディションに参加するよう要請される。その結果チャンネル4放送の第4シリーズのエピソードに出演することが決定。その後同年のニューヨークでの他のエピソードにも出演することとなった。 当時、この番組は、即興的にマイク・マクシェインに対応できる、第二の歌手を探していた。1994年、アメリカに戻る前の最後のイギリスでの出演は、サンフランシスコの空の下のルーク役であった。その後、舞台や映画での活動が主となったが、1999年、ドリュー・キャリー司会の新しい形態でのアメリカ版、Who's Life Is It Anyway? に出演。 第4出場者として、レギュラー出演。スナグルパスのようなキャラクターで、ウェイン・ブレーディと共に、即興で歌うゲームなどに出演していた。フーズライン n e Is It Anyway? に復帰した後、共演者のブレーディ、グレッグプループス、ブラッド・シャーウッドと共に、ザ・ドリュー・キャリー賞に、本人役で、ゲスト出演。2003年、脚本と即興が、半々のコメディミニシリーズ。 オンザスポットの司会を務める。2004年から2006年の間、インプロブオールスターズの一員としてツアー公演をし、この出演者たちはドリュー・キャリー・エス・グリーンスクリーンショーにも出演することとなった。2011年、GSN のドリュー・キャリー・エス・インプロブ・エーガンザにレギュラー出演。エステン・プループス、元共演者、ライアン・スタイルズ、ジェフ・ビー・デイビスは、 即興ライブ、フーズライブエニウェイで全米ツアー公演を行った。2001年、ビリー・クリスタルのテレビ映画、61に、ニューヨーク・ヤンキースの主砲ロジャー・マリスの息子、ケビン・マリス役で出演。ケビン・コスナーの映画、ポストマン、13デイズの撃墜され死亡した、u にパイロットルドルフ、アンダーソン少佐役、チョイスに出演。 オートバイ安全基金のカリキュラム、モーターサイクルライダーコース、ライディングストリートスキルズのために、プロデュースされた、ライディングストレートなど、公共サービスビデオにも出演している。バーで友人に心配されるコカイン中毒の田舎者の、サーファーを演じた。コメディ的な大げさな演技であったが、薬物やアルコールで覚醒されて高揚している様子が、表現され、 公共サービスのメッセージを誠実に伝えていた。カリキュラムの一環である、このビデオは、MTV 世代の若者に向けて、飲酒の危険性を訴えるスライド形式の短編に発展された。このビデオは、アメリカンチョッパーで、ミルキーが二輪車免許を取得しようとするエピソードで使用された。スタートレック、ER 緊急救命室、NCIS、LA 国費潜入捜査班。 ジェシー、ザ・オフィスなどにゲスト出演。現在 ABC のナッシュビルにディーコン・クレイボーン役で出演している。大学時代に知り合ったパティと結婚し、二人の娘と一人の息子がいる。ハリウッド在住。ありがとうございます。